皆様、こんにちは。溝上新一の教育論、動画チャンネル、no.、ナンバー235。本日は、ブレイクタイムの撮り鉄の旅のコーナーでございます。タイトルは、首都圏の隙間を埋めるように走る可愛い東急の三両列車と、東急池上線、玉川区線からご報告をいたします。 あの、いつものように私のウェブサイト、電車のページというところに、あの、本日の用いる写真をアップしております。えー、概要欄に、えー、URL を貼っておきますので、よろしければ合わせてご覧ください。 はい。まずここから行きましょうか。これ池上線ですね。えー、と、池上さんで走っている、えっ、ー、と、すべての車両形式がここに揃ってます。ちょっと、えっ、ー、と、色の違う一つありませんけれども、大体主に走ってるのはこれですね。あの、右から線形、7線形。そしてあの、真ん中ちょっとあの、えー、洗車台かな。あの、戦車のラインですね。それから、えっ、ー、と、ちょっと緑色になってますけど、右の赤と同じで、これも線形。そしてあの、主力車両の7線形。 7000系と。はい。かっこいいですね。7000系。これ、まず、あの、五反田ですね。はい。こういう感じで、ここは、あの、エンドですので、終点で止まっています。あの、まあ、首都圏の人たちは、あの、池上線ね、ああこういう感じかっていうのを、こういうふうに見たらわかると思いますけれども、この感じでは見たことないと思いますね。こんな車両に乗ってたのかと、意外と驚く方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。あの、私も、あの、えっと、地下鉄とか、えっと、東急の電灯支線とか乗りますけど、あの、乗客として乗ってるだけ、 ではどんな車両に乗ってるかっていうのはなかなかあの頭に入らないですね。あの私はの地下鉄のブルーラインっていう横浜市営地地下鉄の近くに住んでますけれどもえそこにはしょっちゅう乗ってますけれどもいまだにです、ね、どんな車両価値が頭に入ってません。まあそんなもんじゃないかなと思いますね。はい。えっ、ー、とこれ蒲田駅ですね。あの池上線後で紹介しますけれども五反、えー、田と蒲田とのこう間をねつなぐ路線で,でそこからの玉川線っていうのがあってね。玉川と向こう ね、この7000系の車両が、えー、と蒲田これも沿道ですけれどもねあの、まあ、ターミナルとしてこういうふうに止まっていますかっこいいなではあの池上線ねどこら辺かとそして多摩川線も合わせてご紹介いたしましょう、えー、とここから見たらまずあの首都圏以外の人はね分かりやすいかもしれませんねあの私もだいぶあの横浜東京首都圏慣れてきました、えー、とちょっと見にくいけれどもこの池上線っていうのはこの赤で結んだね東京のここは東京で、えー、とここら辺が横浜 まあですね、その間を結ぶここら辺品川はまあなんとかですけれどもこの辺りのこのちっちゃい本当にあの、えー、と30分かからないぐらいでこう始点から始発から終点まで行くような距離ですねそんなにあの長い距離ではありませんでここちょっと大きく、えー、とズームアップすると、えー、ここ東京ですねで品川を通って、えーとまあ、ここがあの、えー、とちょっと わかりにくいけど、あの、このオレンジでこうやって、こう上に上がっていく。これがあの、山手線ですね。で、もちろんあの、ちょっと見えてないけど、後ろ向こう回ってくるっと一周してくる、えー、山手線の外回り、内回り線と呼んでるやつですね。で、その品川からこう行って、五反田駅っていうのがあって、そこであの、東急池上線に接続しますね。えー、と、で、五反田からこうやって間を走って、そして、えっ、ー、と、か田 ですね。こういう感じで。手鎌田はあの、東海道本線の、えー 京浜東北線が止まる駅ですけれども、まあ、まあ、東海道線と大きく言っといてね、えっ、ー、と、このラインにこう、つながってきますねで。この間を輸送する、えっ、ー、と、東急の小さな路線です。で、えー、先ほど紹介した、この、えっ、ー、と、五反田駅はここですね。ここね。先ほど見ゃね。で、鎌田が終点ですね。こうターミナルになってますね。あの、鎌田は大きいですね。あの、玉川線がここ、えっ、ー、と、 併設してまますね玉川線もえっと途中までえっと実際の線路は並走してないんですけど地図上で見たらえっとこれちょっと私はいいか減にちょっとこうなってますけどもうちょっとこの多摩川線はこの左側ですねでこうやって行って多摩川駅っていうのがあってこれは東急多摩川線と呼びますであの車両もあのこの7000系使ってて基本的にはえっと池上線と同種類の路線ですねもうほんと短いここはもっともっと短いここもやっぱ20分かからないぐらいじゃない なかったかなとにかくすぐ着きますはいでこういうあのえっ、ー、と小さな路線の、えー、車両まあ、3両でね走ってますんでね、えー、この3両をご紹介したということです で、ちょっと撮り鉄の旅ですので、えー、まあ、こういうのも紹介します。これどこで撮ってるのかっていうことですね。あの、これ線路に入って撮ってるわけではもちろんありませんで、えっ、ー、と、こういうところで撮ってますね。えっ、ー、と、これね、あの、こっちの手前側が、この雪ヶ谷大塚駅。あ、雪ヶ谷大塚駅はですね、えっ、ー、と、どこにあるかというと、あの、ちょっと真ん中ら辺ですね。 えっと、五反田から、こう、鎌田に向かっていく途中の、大きくゴーンと、こう、田駅の方に向かってカーブしていくんですけれども、そのカーブのところですね。で、今見てる写真これですけど、ここ、グーンって曲がっていってますよね。で、まっすぐ行ったらもちろん車両基地、ちっちゃい車両基地なんだけど、でも3両入ればいいだけなんでね。あ、ここちっちゃいですよ。後ろ奥もそんな深くない。で、ここ、グーンと曲がっていくんですね。で、それが、ここの地図でも現れていて、このゴーンと曲がっていって、蒲田に向かう、えー、その、まあ、手前の 駅ですはい。 もう一つ駅紹介しましょう。あの、池上線でよくね、あの、ポスターとか、いろんな旅行会社の、えー、なんかで、こう出てくる、え野、ー、台っていう駅がありますね。これ、あの、えっ、ー、と、上に、えっ、ー、と、これ、あと、この後紹介しますけど、これ、大井町線って言ってね、あの、大井町線と、えっ、ー、と、この池上線が交差する、まあ、駅にもなっていますね。まあ、あの、やっぱり、東急、私なんか、あの、田園都市線とかね、そして、あの、東横線っていうのがね、あの、ご紹介してきましたけど、あの後 のりをととししててずっと見てきましたので、まあ、やっぱりかわいいなとかって思いますねこう非常にこうなんでしょうねローカルのところをつないでいる、まあ、あのいわゆるニッチな路線ですでもあの乗客もすごく多くてですね本数もすごく多いですね、はい、でこの旗の台の駅ですね、えっと、こういう写真がよく使われますねあのこれ旗の台の駅だけじゃないんですけどいくつかの駅ですねこういうこうなんか間接照明というかああいう感じのですね えとこれ私、あの実はあんまりうまく撮れてなくてですね、ポスターで見るのもっともっとかっこいいんですけれども、まああのねもうちょっと夕暮れの天気の、この日も天気良かったんだけれども、なかなかうまく撮れなくてですね、でまあ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 ま、あこれぐらいかなという感じですね、こういう感じのすごくねおしゃれな駅です、はいでもま本当ちっちゃいね、これ3両です、あの3両ね7000系ですね、は。い で、あの、今、旗の台の駅ですね、えっと、ご紹介したのは、旗の台の駅っていうのは、五反田からちょっと行ったところですね。さっき、あの、ここら辺で、えー、あの、雪ヶ谷大塚駅紹介、ごーんと曲がっていくって言ったらね、らその、もっともっと手前の駅、旗の台ですね。で、ここ、わかりにくくなるので、あの、えっと、書かなかったんですけども、 さっきほら、あの、この上に走っているっていう、これがね、あの、大井町線なんですけれども、あの、90度で交差してますね。で、それはあの、地図上で見たら、えっと、書いてないんだけれども、ここら辺からですね、えー、っと、ここら辺からだな、ぐーんとこういうふうにしてですね、自由が丘とって突き抜けてですね、で、こうやって大井町にね、行く。大井町ここら辺にあるんですけれども、で、そのね、こう、 あの、交差する駅ですね。はい。で、大井町線は結構、あの、車両長くてですね。えっ、ー、と、溝の口から出ている、この9000系が主力車両ですね。はい。長いですね。かっこいいですね。まあ、長いと言っても5両かな。まあ、これが長く見えるようになってきたんだからね。えっと、2階の雰囲気はこんなんですね。あの、まあ、ちょっと屋根に覆われた、ちょっと2階の駅だなって感じです。はい。東急9000系ですね。 で、もう一つ、えっと、か田から先ほどね、こいつですね、えっと、玉川線。で、これあんまり大したとこ走らないんで、玉川線の走ってるとこも取ってないし、あの、玉川駅っていうのね、ここら辺にあって、で、玉川駅もですね、えっと、この玉川線の入っていくの、えっと、地下かな、あれ。なんかあの、地下鉄みたいなね、あの、地下ホームみたいになってるので、えー、もしかしたら1階かもしれないけれども、1階かな、あれは。なんかあの、 あんまり撮るほどのところじゃなくてですね、えっと、撮ってないんですけれども、あので2階になったらですね、えっと、ここですね、東急の東横線とかですね、なんかあの東京メトロとか、えっと、結構いろいろあの入り組んでいてですね、ここ、すごいあの、もうすごくあの人の多い、えーまあ、いわゆるザ・東急みたいな。あの 線ですね、えー、と東横線の駅の一つになってますから、まあ、こういうふうにね相鉄に乗り入れているこの、えー、3,000系ですね。 かっこ,いいなこれ8両ですか8カーズって書いてますからねあの8両ですねあでもまあこういう3000系がですね普通にやってきますねあと東京メトロとかあのやってきます相鉄の車両もやってきますねここはもうここを見てみたらわかるようにここだけでもですね4000ありますねあの、まあ 2000、2000ですけれどもね。まあ、こういう感じのところに接続をして、まあ、いわゆるこうメインのね、電動線とか、東横線とかね、大井町線とかそういうのがあって、そして、えー、まあ、それを繋ぐ形で、玉川線とかね、池上線があると。まあ、こういう感じです。あ、ちなみにこの3000系、これどこで撮ってるのかってっ駅の端っこに、こういうふうにですね、この最後、がったようなところがあって、まあ、ここは越えない形で、ここから望遠で撮ってる写真がこれですね。 かっこいいな。はい。以上です。ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でございました。